は万音市場に食べ歩きに来ました。じゃん、いっぱい食べてきます。鼻真っ赤すぎて寒すぎて、やばい、一発目から美味しそう。やばい、コロッケとかある、美味しそう。ここがでも何が有名なんだろう。なんか私寒山市場しか行ったことないんですけど、ご飯系以外にもこういう本当に市場みたいな感じだから、ご飯以外、あ、でもご飯ちょっと増えてきた。これなんだろう。あー、おでん、天ぷらとかか。天ぷらとか、もうザザだ。刺身とかもある、美味しい。でも食べるところがないですね。そうだね。タッカンジュン一発目いきまーす。おいしそう。え、何の味にします？ハニーマネルか、あのチーズの粉みたいな。マネルは絶対じゃん。これとこれとかにします？しっかり。イゴハナランにイゴハナジュースや。コねえねえ、コブロジュースやコッタルンコ。話進めていいよ。ねえねえ、横や。あ、何は横マヌランです。おいしそう。お餅も、お餅に触れるもんね。いいですね。こんばんみだ。じゃん。じゃーん。いただきまーす。一旦チーズ。うん。うん。おいしいですか？めっちゃカリカリ。おいしい。あったかいですか？いえ。とてもあったかくはないですけど、おいしい。おいしい。はい。チーズパウダー？うん。めっちゃチーズ、うん、辛くはない。うん、うん、すごいでかい。一つが平野の、うん、チーズチキンみたいなのあるじゃないですか。はいはいはい、あれの味。あ、みんなが好きなやつ。全国みんな好きなやつ。全国みんな好きなやつ。うん、お餅も、お餅は辛い、うん、甘い、うん、甘い、食べやすい、うん、どうですか？うん、美味しくないですか？うん、みんなが好きなやつ。うんうんうん。次こっち、ニンニク。ハニーニンニク。ハニーニンニクって日本にあんまなくないですか？うん、確かにないかも。甘いのかな？甘いんですよね。餅が中国酢食べたすぎる。それはそうなの、うん、寒すぎて、うん、今日だって多分結構マイナスいってると思います、うん、寒い。だって画面越しでもゆうさん鼻が赤いです赤いですか？じゃん。うん、なんか冷たいのに冷たいのにカリッカリ。なんでだろう。え、おいしい。やばい、やばいのが現れました。めっちゃ美味しい。もう美味しい。え、ヘップタ、辛いやつか、わかんない。エゴマ、たこ焼き。たこ焼きやつなのかな。チーズ、塩。全部美味しそう。何にします？たこ焼きか、たこ焼き。チーズか、普通に塩。あ、シンプル塩か。辛いのは嫌だ。たこ焼きます。たこ焼き味にします。ビジュアルめっちゃ美味しそう。たこ焼き味のなんか鶏です。いただきます。どこ鶏って感じ。うわ、出来たてだ。出来たて。やばい。焼き鳥なんだけどソースとマヨネーズがかかってるから、うん、たこ焼き味、うん、変じゃない？うんうんうん、出来たて？やっくだって湯気がすごいもんあ、あ、すぐですか？とりあえずありがとう。
暑そう、大丈夫かな。美味しい。うん、うまい。でも今は猛烈にタッカンマじゃなんだっけ、カルグクスが食べたい。真横にあるんだよ。美味しくないですか。美味しいね。カツオ節とかかってるから、うん、ちゃんとたこ焼き味か。うん、美味しい。ネギもある。え、野菜好き？うん、ネギ嫌いでしょ。大好き。いや、うちらいつもネギ増し増し。あ、そうだ。よき。カルグクス食べに来ました。普通に一番上のそのカルグクスってやつ2個頼みました。おー、美味しそう。カルグクス2個。なんかキムチも美味しそう。いただきます。なんかマオンシシャンカルグスも有名みたいな、なんかネットで書いてありました。はい、この多分味を足せか、キムチとかと一緒に食べろっていう感じ。なんだっけあれ、サムゲタンとかって、コムタンスープみたいに自分で塩とか胡椒を入れて味を調節するみたいな。はい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 。だから基本は多分お腹に優しい味。うん、しみる。おいしい。どうですか味。ん、結構味薄めだと思うんですけど、キムチと一緒に食べなきゃ味薄いですね。これキムチと一緒に食べたら美味しい。うん、麺もなんか手作りみたいな感じ。うんうんうん、これ結構量多くないですか。うん、なんか4500円って書いてたから、うんうん、結構一口かなと思ってた。結構がっつり。うん、この値段でこの量って結構もう韓国で珍しくないですか。うんうん、本当に。うまっ。胡椒出しも。おっけ。大丈夫じゃない？大丈夫。胡椒大好き。いや、確かに味変。味変かな。うん、でもキムチ美味しい。辛くないですね、あんま。キムチ必須。カルグクスとかってキムチが美味しい店が本当に美味しい。あ、よく言う、よく言う。優しい。マジで辛い人苦手なんだ。人でも。うん、自分でちょっと強い。キムチと一緒に食べるのをおすすめします。相当なんだろう、健康的な味、が好きな人はそのままなんないけど、でもキムチを食べるのが主流なので美味しかったです。じゃーん、今もう甘いの食べたくなって、このね、なんか焼きマシュマロ、さっき道で食べてる人がいて、どこに売ってますかって聞いてくれました。あかねさんが、うわ絶対美味しい、やばい。あ、すごい。かわいい。美味しそうだし、しかも。すごい。やばい。超いい。やばい。あーね、かさみだ。じゃーん、外がマシュマロって、中がアイスらしいです。私はバニラ頼みました。めっちゃ美味しそう。いただきます。うわ、焦げた匂いする。だって冷蔵庫から出してたもん。アイスでしょ、だって伸びない。うん。うん、ただ中がカチカチのアイス。だってそれごと冷蔵庫から出してたもん。嘘、ほんと
冷たいの？あったかいの？冷たい。ぬるい。外はちょっとまあカリッてしてるけど、中もうほら溶けてないからガチガチのアイス。でも噛んで食べるアイスみたいな。あでもマシュマロ大好きだから。あ美味しい。アイスとして食べるの？マシュマロとして食べるの？不思議。でもアイスは寒いし溶けてないから。でもゆうさん、でもゆうさんはね、しょっぱいものの間に結局甘いの入れなきゃいけないから。でも美味しい、ちょうどよかった。外の方が美味しい、これは。あうん、はい、いい感じです。あ、ここさっき言ってた富士キリンのお店なんですけど、ここだけ人がやばいです。ずっと並んでる。待ち時間、多分中で食べるには待ち時間あるんですけど、私たちは持ち帰り機会で、でも10分から15分待ってって言われたんだけど、多分出来たてですよ。出来たて待つってことで、おいしい。3本で1万ウォン。これソースなのかな？何のソース？これをつけて食べる。辛い。はい。オープン。じゃらららら。ああ、美味しそう。てかでっかわ。美味しい。大きい。美味しいとか言って。美味しく感じない。まだなのよ。なんか辛いくない唐辛子、大きい唐辛子を揚げて、多分お肉が詰まってる。なんかちょっと簡単に言うとピーマンの肉詰めみたいな感じだった。大好きなのこれ。でもここで食べるの初めて。いただきまーす。かぶりつきます。これナンバーワン。うん、やばくないですか？感動じゃないですか？めっちゃ美味しい。初めて食べた。私だってここで食べたのが一番美味しいかも。いや、ソースなしでも美味しい。うん、ソースなしも全然つけても。ソースつけても。これ何のソース？何ですか？なんかしょうあれか、チヂミとかによくつけるような。あー、確かに。芋煮から違えるだ。待って、美味しすぎてやばい。今日一来た。今日一。ありがとうございます。揚げたてだからめっちゃサクサク。うん、しかもなんかそんな重くないんですよね。うん、なんか揚げ物だから結構もうきついかなと思ったけど、なんでうん、美味しい。全然ペロリだ。ね、なんか結構大きいから、重くなんか一個でいけますかみたいなこと言ってたけど、3本セットでも全然いけちゃう。2本目。の。さっき買ったコーラで。あ、うまかった。いつもコーラ。どこ行ってもどこ行ってもコーラ。うま。もう結構閉まってます、ね。今8時半。だいたいさっきのカルボックスが8時ぐらいまでで。今食べたコチュジギムも9時までって言ったから意外と早いですね。だいぶ。確かに普通にカフェとかもある。服とかも売ってるし。だいぶ店じまいしてる。だいぶなんかでも本当に食べ歩きで来るって感じだったら寒暖差の方が、まあ、やっぱりいっぱいあるかもしれない。そのお刺身系とかも食べれるから、なんかここちょっと商店街っぽい感じかもね。
中にあるみたい、うん、でもさっきの本当にあのピューマの肉詰めみたいなの美味しすぎたもん。プチデギも美味しかったね、うん、終わりだもん。あとなんか食べたい食べたいのに終わりだもん。あ、この最初に出てあの見たカベギ、カベギ、カベギ、あ、ないのさあ、あ、ちょっとあ、いいっすよね、カベギーはない。揚げパンみたいな感じですね。でもこれも有名って書いてあった。給食の揚げパン、あー、わかりやすいわかりやすい。砂糖がついてるやつ、うん、一番ベーシックな味ですよね、それキンキンに冷えてたぶんもうあの終わりたてだったから、閉店前だからね。だってもうまとめられてたやつを無理やり出してくれたみたいな感じなんで、うん、美味しい美味しいけど、揚げたてとかのがやっぱり、うん、早く来た方がいいかも。ただお昼とかに来たら揚げたてくれそうですね。あ、じゃあ一口いただきます。うん、冷たくないキンキン、うん、美味しいけど普通に持ち帰って朝ごはんとかで食べてチンし直してとか。これはちょっと家でチンをして食べます。はい、こんな感じでね。めっちゃ遅くに行っちゃったから、そのギリギリで行っちゃったから、もうちょっと次は 早めに早い時間に行きたいと思います。ちょっと次はどこ、ど、何、なんか市内いっぱいありますよね。ありますあります。はい、食べ歩き行きましょうか。食べ歩き、またミョンドンとかもリベンジしたいので、また見てください。バイバーイ。